はい、皆さんおはようございます。昨日に引き続き動画撮ってきますよ。はあ、今日からね、今日からじゃないや、昨日から何でしょう、やっと芽吹いた感じでね、動画撮ってるんですけど、聞こえますかね、鳥の声聞こえないかな。鳥の声聞こえてます。ピチョ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 って。そして大雪山も綺麗ですね。柳も、柳か、あ、違った、白樺も花が咲いてきました。ほらほら、デレデン、こうなると花粉がって人がいるんですけど、この花粉自体は全然無害なんですけど、あの、なんでしょう、 PM2 って何だっけ、化学物質と混ざるとこれが爆発するみたいな感じのこと言ってましたね。これこれ、花咲いてないのか、まだこんな感じでチュルルルルンっていっぱいね、花咲かせてます。可愛いですね、白樺も。で、今現在時刻が多分4時20分です。明るい、ちょっと歩こうか。余裕的には味噌汁の出汁を取ってる時間で取ろうかなと思ってて早いなあ、私。チュルキうるたい、チュルキうるたい。せっかくピーヨ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 って。あとですね、昨日あの近くの公園に夜桜を見に行ったんですが、すごい人で、なんというか人はいいんだけど、すごい匂いですね、すごい、柔軟剤の匂い、あと洗剤についてる柔軟剤の匂い、あ、匂い、洗剤についてる香料、うるさい、ダメ、シルキーうるさい。ちょっぴーおはよう。それがね、もうね、嗅いでたら気持ち悪くなるというか、あれつけて身にまとってる人たち大丈夫かなって、あ、なんていうか、あの灯油とかガソリンとかの匂いあるじゃないですか、っていうかもわっとしてするような匂いっていうか、下の方からこうもわっと、もわっとする匂いが、それに匂いがついてる感じだから、天然なものじゃない感じなのです。いつまで空はお尻に貼ってあるんだろうなのでですね、いや怖い怖い、ちょっと待って怖いから、おーちゃん狂ってるないやね、今ねこれ桜の匂いがしてるんですよ。相当桜とかあの白樺が咲いてきてるんで、白樺のあの花粉の匂いがしてて、すっげえいい匂いなんです。あー、いい匂いする、新緑芽吹いてる匂い、とってもいい匂いです。だってこういう花とかも咲いてるからね、ほら、かわいいでしょ、ちっちゃいちっちゃいお花。それなのに、うわ、臭い臭い
臭い臭い柔軟剤っていうか香料の匂い臭い、桜の桜散りかけてるのに桜の匂いもしねえとか思ってあれどうなんだろう臭くてどうなんだろうあれで化学物質過敏症なるわな、あんな臭くて、あの教室中あれつけてきた人たちいる教室だったら教室中臭いじゃん、せっかく綺麗にお花咲いてすっごいいい匂いしてるのに。いい匂いです、綺麗に見えないけど山桜枯れかけてる。うち来た時にはなんか下除草剤撒いてたりしてたんで、なんかね大変だったんですけど、なんかいろいろ復活してきましたね、木も。で木蓮が咲いてきました。まあ、そんなんで柔軟剤の話に戻りますけど、化学物質過敏症なりますよあれあれ教室の中で密閉されてるんだもん、木蓮です。でひたすらあれを8時間密閉されたく、あのあけどコロナのおかげで教室が密閉されなくなったから、でマスクで防いでるっていう化学物質過敏症対策にはなってんのかなと思ってたりしてました。いやけどマスク自体がなんかついてるからなってないのか、結局は。ああそんなんで眠い、いや眠くもない、こうまだ畑、いや起こしたんですけど、あやべやべやべ、クワがクワが投げっぱなしだ、腐っちゃう、いや腐ってる、あクワの絵が腐ってる、やべやべクワの絵が、うん、まあそんなんで化学物質過敏症気をつけてくださいね。あ黄斑紋層でかい、こいつを削るか。ほんと誰でも発症するなあれ。あ畑、今年は友達のところにあの芋と豆を植える予定なんですけど、なのでうちの畑には何植えるかな、結構地力が増してきてるからトウキビ植えるかなと予定してるんだけどね。電柵バリバリ張ってアライグマ対策してね。そうでもしないと取れないよね、なんかやってる。いやーけどもうねちょっと人がいっぱいいる中は行きたくないなぁと昨日思いました。いやコロナだからマスク、コロナいつ終わるの、いつまでマスクしてんの、義務かよ義務じゃねえだろうっていやけど昨日はマスクしなきゃダメだったなと思いました。本当匂いでやられてた、いやー臭かった、あんなまあ変な添加物食べた体臭も臭いけど、いやー臭い、柔軟剤の匂い臭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 い、あ外の匂いいい匂い。あちなみにあの動物臭はしません、こんだけ話してるので。密閉してないので、この人たちはもらってきた時臭かったですけど、あこの人たちまた砂川でもらってきました、また外で遊んでますね。何言ってんのさ、ああかわいそうに畑起こしたんだけど生まれまくっちゃった。よし今日は連作を、この畑に連作を張る目標を立てて
ちょっとディナーに手伝ってもらってやるか。よしよし、やるぞー。まあそんなんで今年も畑始まってきますというか、卵まあまあ1日1パックぐらい、1パック2パックぐらいは出てるので、もしよかったら買いに来てみてください。ちょろっと今年はね、あの長男の送り迎えがないので、まあ基本買い出しに行ってる時以外は家にいます。これ産卵箱も設置しなきゃな。ねえ、まあそんなんで、こんなんで終わりたいと思います。それではまた。ねえ、ちるき、あ、いい匂いです。あ、はい、匂い。あ、もうちょっとでカツラも、カツラも葉っぱが出てきてる。あ、葉っぱ出てきてる。だからいい匂いなんだ。それではバイバーイ。